デミロワに掲載された広告プレート30アルバム、ビルマーン・ビルモランは、フランスの種子会社であり、ほぼ2世紀にわたって、一族で経営されてきた老舗企業である。現在は、e、EU 最大の植物育種及び、種子会社のリマグラングループを主要株主とする株式会社である。ペードラ・ロワール地域圏のラ・メニターに本部を置く。ユーロネクスト・パリ上場企業。 1743年にクロード・ヴィル・モランと夫で国王類15世に種子を納入していた植物学者のピエール・アンドリューによってパリッ区のメジッスリー通りに種子商店が開かれたのに始まる。1774年に彼らの娘が植物愛好家のフィリップ・ヴィクトル・ルベック・ド・ヴィル・モランと結婚し店を再興し後に 息子のフィリップ・アンドレド・ビルモランの経営で、ビルモラン紹介は1856年にテーブルビートの新種作成の記録と植物の遺伝の考察を出版し、近代的な種苗産業の理論的な基礎となった。初期のビルモランの経営者たちは、多くの植物学の記事の出版を行った。1972年にルネ・ホギに買収され、1975年に、 リマグラングループに売却され、1986年に名称がビルマーアンドレからビルマーン・ SA に変更された。2016年、ビルモランと同じリマグラングループに属する日本の三角共和株式会社と新たなビジネスユニットビルマーニ MKS を結成した。ありがとうございます。